日本のいいとこまだまだあります。日本全国ローカル線気まぐれ旅、足の向くまま気の向くまま、そこには美しい風景と人のぬくもりがあふれています。始発駅から終着駅までガイドブックに載っていない名所探し、とびきりいいとこは地元の人が知っている。ならば聞き込み、いざ出発進行。今回の旅の舞台は福井県。雪化粧の山々に見守られながら日本海へ向かう越前鉄道三国あわら線。その車窓には広大な福井平野と九頭竜川の雄大な流れ。初めて降りる駅から足を伸ばせば日本のいいとこ新発見再発見。あーでも大きい、立派だね。ここは見といた方がいいよみたいな場所ってないですかね、この辺の名所というか。聞き込みだからこそたどり着けた穴場の名所。横移動って何だよ。おー、すげーすげーすげー、行こう。おー、すげー。うわー、すごい。とびきり美味しい出会いも。うわー、しかし内装工事のため休暇です。気象さんはまだ歩きますね。ちょっと待ってください。間に合わないよね。うそ、悪戦苦闘の珍道中。待って予定は白紙、筋書きのない1泊2日。あ、それでは出発しましょう。聞き込みローカル線気まぐれ下車の旅。旅の始まりは福井県福井市。その中心部に越前鉄道の始発駅はあります。初福井です。初はい、本当。今回の旅人はこちらの2人、初対面かと思いきや、アンナちゃんとさ実は共演したことあるんだって。これそうなんですよ、お父さん役で。子供の頃だった。そうです、小学校の時ですね。そうか。俳優としてますます脂が乗る神保聡さんは今回3回目。そして子役からリポーター、女優へと活躍の幅を広げる八峰アンナさんは2回目の出演。すごい気になるんだけど。はい。何それ。前回秋田に行ったんですけれども、うん、このてるてる坊主くんのおかげで、うん、カラッと晴れるわ、山は見えるわ、美味しいものは食べれるわ、もうすごかったんですよ。彼のおかげで今回も頼みますよ。第3セクターの越前鉄道やった。どうこ、あ、これだ。ちょっとサンド、おはようございます。これか。あ、これですね。はいはいはい、越前鉄道のあわら線。あわらって読むんですか。これであわらって読むんですね。直感としてまずどの辺行きますか。私このもうタローマル気になります。これですよ、めっちゃ気になるよね。俺もそうなんで、タローマル何個ないと思ったんだけど、船とかなんだよ、なんとか丸って作る。あ、それがね、言われかなんかかなと思うんだけど。あ、ここ行きましょう。あ、これもいいね。あわら湯の町ってことは温泉だよ。すごい、これ絶対温泉ですよ。ありますよってことですか、ね、そういうことで、もう間違いなくありますよ。最初はまずこの辺攻めてみる。あんまり行っちゃうとさ、戻れないんだもんな、ね、ここじゃあ、これなんか別西別院なんか、何なのかな、ちょっと気になる。西別院なんですかね。まず西別院行きましょう。行きましょう、はい。ということで最初に下車するのは福井駅の3つ先、西別院駅に決定。早速切符を購入。時刻表って、あ、あ、そうか、時刻表見ないとね。覚えやすい時刻表。すごい覚えやすいよね、全部だもんね。19、19、19、40、40、40、40。さらには外さないよ、これね。これいいね。次。次、何分？10分。9時10分。9時10分。ちなみに、明日中に東京に戻らねばならないため、タイムリミットは午後5時。乗り遅れないよう気をつけてください。まだこれ使ってらっしゃるんですね。1番線でお待ちください、はい、左側1番線でお待ちください。多分もう来ましたよ、ちょうど来ましたよ。ほらもうウェルカムされてる。持ってるね。何かの、まあ行ったな。
狙ったかのように来ましたね今ね。ものすごいタイミングですね。一両ですよ。これ？これですよ。これで大丈夫ですよ。よろしくお願いします。あ、広いでも。ボックスにする？ボックスにします。しましょうか。では発車まで今しばらくお待ちください。珍しくないですか？ガイドさんね。バスガイドしてますけど。この方アテンダントさんだそうですよ。越前鉄道は平成15年に開業。地元の人たちからは越鉄という愛称で親しまれています。さあ出発進行。冬の越前鉄道の旅、美味しい名所にも出会えるといいですね。こんにちは。アテンダント、車掌さんではないんですか？車掌ではないです。もちろん切符の販売だとか、あとは、まあ、観光地なんかのバスの案内、いろんなお手伝いを、させていただいております。じゃあこれだけ教えてください。はい、これは食べといた方がいいよみたいなものってあるの？福井だ。まあ今の時期だともちろんカニ。カニですよね。ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。福井県の北部を2つの路線でつなぐ越前鉄道。今回は福井を起点に北上しながら日本海へ向かう越前鉄道三国阿波羅線。全23駅、路線距離 25.2 キロのローカル線。旅の目的は地元の人に聞き込みし、10の名所のオリジナルガイドマップを作ること。渡されるのは時刻表と地図のみです。移りゆく車窓の雪景色もこの季節ならでは。ああ、やっぱりこの辺になるのすごいですね。でも多分ね、例年に比べたら雪少ないんだと思うんだけど、もっとあそこ真っ白になってるんじゃないかな。これからですかね。これからでしょ。乗車時間7分で西別院駅に到着。西別院でございます。ここじゃないですか？そうだよ、ここだよ。危ない危ない。どうもです。こんにちは。おはようございます。夫人じゃありません。どうもお疲れ様です。なんかいきなり住宅街なんですけど。そうですね。もう時間見てきました。だってさっき見たじゃん。あ、そうか、あそこは10分に1本あったけど、ね、ここは変わるんですもんね。17:47。やっぱりそう。覚えやす。目標としてはどうする？10時17分行きますか、ね、10時17分にここに戻ってくる。じゃあちょっと散策してみましょうよ。行ってみましょう。八峰さん、テンション変。いやすごいよ。ふかふかそう。行ってもいいですか？行ってください。あれ結構硬い。硬いよ。硬いね、これ。自由が硬い。あらら、あなた全然自由な人ですね。こんな悠長なことしてると時間すぐ経っちゃうよ。まあそうですね。ちょっと聞き込みしようよ。そうです ね。この雨通りながら。ようやくやるべきことに気づいたお二人。シーソーでもします。ほら、建物。なんだろうね、あれ金だよ。金ですよ。え、じゃあそこ行ってみましょう。二人は気になった金のある建物に。でも聞き込みじゃないと名所登録できませんよ。ちょっとタクシーの運転手さんに聞いてみるか。タクシーの運転手さんに聞いていいんですか？うん、おはようございます。カンカン、すいません、ちょっとお話伺ってもよろしいですか？何西別院ってこの辺ってなんかこうこれ見といた方がいいよみたいなところってありますか？おすすめのスポットです。あ、これ、ここは西別。これがそう。これは西別院。まあまあ、ここはとにかくお店、こう福井の本山では一番大きいところ。あ、そうなんですか？一番大きいんですか？一番大きいところですって。一番っていうのは結構すごいんじゃない？すごいですね。福井は新州王国やから、これお寺さんは京都奈良に次いで多いんですよ。そうなんですか？福井はですか？そうそう。行ってみますか？はい、行きましょう。ありがとうございました。勉強になりました。ありがとうございます。
でも大きい。立派だね。越前鉄道聞き込み旅、西別院駅で下車した2人。あーでも大きい。立派だね。え、お寺ってこの大きいお寺？大きいですね。いるかな。まずは撮影交渉。過去にも大きなお寺はアポなしでは撮影をお許しいただけないことがありましたが、果たして。外なら OK だそうです。はい、はい、本当立派、ね、すごい立派ですよね。こちら西別院の正式名称は本願寺福井別院。浄土真宗本願寺派本山である西本願寺の別院であることから西別院と呼ばれ、それが駅名にもなっています。手だけ合わせていきましょうか。あ、立派。この旅のこう、ね、無事を祈って。失礼します。失礼します。あ、おいと。うわすごい。見てください。すごい。これすごいですよ。見て、走るとこ何やってんだよ。すごい見守られてる感じしますもん。荘厳な感じですよね。寺の始まりは1475年。その後越前の浄土真宗の拠点となりました。手を合わせてね、旅の無事を祈って。よろしくお願いします。します。名所登録記念すべき一つ目は由緒ある西別院。順調な滑り出し。この番組の最高が14なんです。4なんですって、うん、15を目指す。だ15を目指すためには今日中に7個8個だな。8個8個いけんじゃん。では名所登録最多記録更新を目標に頑張りましょう。さあ次の場所をちょっと決めましょう。そうですね。なんかこの2つ俺もね、この2つはなさそうな気がするんだ。なんとなくね、学生の町、うん、ね、サラリーマンの町、うん、じゃあ新田塚ありそう。新田塚はありそうでしょ。新田塚はありそう。塚がついてるからなんかありそうじゃない。新田塚行こう。下車駅をそんな安易に決めて大丈夫ですか。とにかく5つ先の新田塚駅へ向かうことに。果たして予測通りに行くのか。長くなってる。そうだね。多いよ。え、変わるの。お願いいたします。これもらうんですか。おお、ありがとう。はい、まもなく新田塚駅。普通にただ住宅街じゃん。あーでも住宅街っぽい。あ、住宅街かもね。住宅街なので人やお店には出会えそうですね。あ、おでん大丈夫。参ります。はい、420円。はい、24と54。まあとりあえずちょっと行ってますか。そうですね、24と54覚えておけばいいんだからね。あんなちゃん、ちょっと気になるお店が。おはようございます。おはようございます。ここちょっと寄ってみません。いい香りする ね、 ねえ、あ、これ見逃せないでしょ。おはようございます。おはようございます。すみません、 BS の旅番組なんですけど取材してもよろしいですか。大丈夫ですか。たい焼きの専門店。そうですね。なんか特徴あるんですか、たい焼き。薄皮の薄皮。うわ、
私さつまいもをお願いします、はい、じゃあ僕はクリアンをお願いします。はい、駅前にあるこちらのたい焼き屋さん、サクッとした皮とたっぷりのあんで人気。新田塚はここを見といた方がいいよみたいな場所ってありますかね。新興住宅地なんで一応工場とか病院とかはあるんですけど、本当に名物で、最近はそのふれあい公園なんかがちょっと福井市なんかで注目されてる。ふれあい公園集会場みたいなのがあるんですけど、そこにイルミネーションもいます。ほら来た、あのほら来た、あの綺麗イルミネーション来ちゃったよ。はい、こちらでいっぱい、はい、ありがとうございます。じゃあお会計失礼します。はい、何メーターぐらいですか。500メーターとしては本当に歩いて 3,4 分で行けます。 ありがとうございます。はい、ここで食べられるんですか。イートインコーナーがあるんですか。寒い日は特にこういう場所がありがたいですよね。ではいただきます。お、モンブラン。栗ですか、うん、甘いですか。甘い、皮がサクサク。いただきます。あ、ほんとだ。食感変わってるよね。そんな、そこめっちゃ美味しい。ごちそうさまでした。美味しかったです。ほっかほかね。これでいい場所が見つかれば完璧じゃないですか。ここじゃないよ。あ、これだ、ふれあい公園。なるほどね、ふれあい公園。確かにこのイルミネーションですよ。見て、鶴の形になってる。あ、本当だ、これですよ。あー、なるほどね。周辺住民の強い希望で12年前に完成した新田塚ふれあい公園。季節ごとに様々なイベントを開催し、まさに地元の人々が触れ合う場に。イルミネーションは冬季限定のお楽しみです。これなんて、あ、これ楽しいよ。え、これやりましょう。これどっちからですかね。向こうからじゃない。行きます、立見。せーの。おー。おー。寒い。結構楽しそうだね。寒いよ。いや、楽しそうだね。いいね。ちょっとやってみません。これ。いいよ。はい、行ってらっしゃい。なんか楽しい。なんか楽しいよこれ。なんか楽しいですよね。行ってきます。関係してきて。あんほう、あんちゃん。宇宙人っぽいですか。もうちょっとね。ナイスナイス。どうですか。ナイスナイス。すごいすごい、ちゃんと見えますよ。名所2つ目決定。ちなみに新田塚とは名称新田義貞の塚があったからだそうです。もうでもタローマル行っちゃってもいいけど。タローマル行きますか。タローマル、そうですね、念願の私タローマル、ね、え、タローマル何もなかったらちょっと悲しい。出発の時から気になっていたタローマル駅は3つ先。期待を胸に行きましょう。この先は景色も広がります。煙突が、うわーすごい、山が綺麗だね。絶景じゃん、ね、え、あ、橋渡りますよ。本当だ、なんて言うんだろう、なんだろう、くず竜川。くず竜川、くず竜川、うん、かっこいい。かっこいいよね。列車はくず竜川を渡り田園地帯へ。じゃないですか。素敵じゃないですか。ゆっくりと旅情を運ぶ越前鉄道。心に染み入る冬の情景。
ねえ、普段の生活の中にこの景色があるってのは羨ましいね。山に囲まれてる感じしますよね。うん、なんか本当に絵みたい。さあ、待望の太郎丸駅に到着です。どんなところなのでしょうか。太郎丸大丈夫かな。太郎丸ですよ。太郎に丸ですよ。太郎丸、こんにちは。こんにちは。こんにちは。ちょっとお話を伺ってもよろしいでしょうか。いいですか。この太郎丸はなんかここ見といた方がいいぞみたいな場所ってありますかね。お父さんどっかある。あ、どうやろうな。あそこがいい。ハートピアがいいな。ハートピア、知らない。知らない。公園が広くて、はい、あの劇場もあるし。劇場もあるんですか。うん、ここから1キロほどかけるかある。1キロなら大丈夫ですね。うん、1キロぐらい。1キロだったら大丈夫。どう行けばいいんですか。その道をずっと行けば、このそこに道で、それ道です。踏切のところですか。はい、民芸ずっと行かはったら。 お父さん乗らなかった、うん、飛行機乗れへんの。飛行機乗るんですか今日。ええ、あのベトナムまで行ってこうか。ベトナム、ベトナム行くんですか。旅行ですか。息子がいるから。ベトナムに息子さんがいるんですか。あの息子さんによろしくお伝えください。気をつけてね。早くも聞き込み情報をゲットした2人。でもいい感じしてたね、やっぱり。太郎丸あるじゃん。すごいよね。そうですよ。まだあるかもしれない。余裕に期待できるかもしれない。確かに。聞き込みしましょう。そして神保さん、うん、ちょっと青空見えてきたよっていう。ああ、本当だ。あんなに朝は分厚かった雲が。本当だね。てるてるちゃんのおかげだね。いやー、もうねえ、てるてるちゃん頑張ってるね。働くね。こんにちは。ちょっとお話伺ってもよろしいですか。この辺でここ見といた方がいいわよみたいな場所ってありますかね。はい、エンジェルランドやね。エンジェルランド、うん、ここにエンジェルランド、ハートピアあるし、エンジェルランドはここに。ハートピアの別名がエンジェルランドなんですか。ハートピアはハートピアであるし、はい、エンジェルランドはエンジェルランド、子供が遊ぶ場所、うん、あ、別なんですか。有名なのに知らない。越前鉄道太郎丸駅でさらに聞き込み。この辺でここ見といた方がいいわよみたいな場所ってありますか。はい、エンジェルランドやね。エンジェルランド、うん、ここにエンジェルランド、ハートピアあるし、エンジェルランドはここに。ハートピアの別名がエンジェルランド。なんハートピアはハートピアであるし、はい、エンジェルランドはエンジェルランド、子供が遊ぶ場所、うん、あ、別なんですか。有名なのに知らない。知らないで。あ、そうなんですか。みんな知ってるんですか。うん、みんなほら保育生ら学校の生徒ら、はい、うん、あ、エンジェルランド、エンジェルランド遠足園に行くの。へえ、うん、もうちょっと行くとあこに大きい建物、ハートピアのすぐそばですか。うん、の後ろ。いい情報ありがとうございます。子供たちにしてください。ぜひ行ってきてください。やった、2つだよ。うん、そう、お母さん今何されてたんですか。大根ば。あ、これ美味しいんですよね。俺大好きこれ。え、これ自宅の畑で、うん、取れたの。おじゃこと一緒に炒めたりとか美味しいですよ。美味しい、大好きです。ご飯が合うんですよ ね抜群に美味しいです。大好き。ありがとうございました。お忙しいとかすいません。ありがとうございます。ありがとうございます。歩くこと15分。これだね。そうですね、ハートピア春江。ハートピア春江。エンジェルランド動いてないじゃんね。動いてないですね。あ、ほら、ハートピア春江、すごい施設ですねこれ。そうですね、大きいな。結構広い。うわ、すごい。うわ、何あのステッドグラス。うわ、何これ。何この景色。すごいな。うわ、バックの山から絵だ、ね、すいません、あの BS の旅番組を撮ってるんですけども、カメラ入っても大丈夫ですか。ハートピア今日、昨日は火曜日だったんです、火曜休館日なんですが、祝日だったので休館で今日なんですよ。本当は火曜日なのに今日が振り返りになっちゃったんですか。そうなんです。
そうなんですか。うわ、ついてないな。残念、ここまで順調だったのに。本当に休館日でびっくりしちゃうな。本当に普通は火曜日だっつってたよ。あ、でもすごく、すごいね。なんだこのコミュニケーションホールって書いてあったね。これすごいな。これすごい、超広大。はあ、わあ、すごい施設ですね、これね。図書館が併設されたハートピア春江は堺市春江町にある文化ホール、コンサートなどに利用されています。エンジェルランド行くよ。エンジェルの入り口っぽいですもんね。うん、うわ、キッズ出てきた。すごいすごい、キッズめっちゃ出てきた。いっぱい出てきた。なんちゃんです。これは BS の放送。行ってきます。行ってきます。はいよ。まずは撮影交渉を。すごいな、ここ。どうでしたか？ OK でーす。やったぜ。ほら、すごいよ。今日イブだったのを感じれる。すごい、上、うわ、すごいすごいすごいじゃん。すげえ。え、なにこれ。すごいね。すごいね。ね、わ、日本語だ、しかも歌。歌う。やっぱ親子で来るのが一番いいんじゃないですか。確かにね。まあいいや。親子ってことにしとこう。そうですね。やった。ね、やった。すごいな。ここってどういった施設なんですか。何ですかこれ。こちら大人の方でしたら、こちらのムーンウォーカー、月の重力6分の1の体験できるのに。こんなんできるんですか。はい、できます。うわ、すごい。でこちらスペースシップでしたら、はい、こちら宇宙旅行が体験できます。こちらエンゼルランド福井は平成11年にオープンした県立の大型児童館。宇宙や科学、歴史などを楽しく学ぶことができます。アスレチック遊具なども楽しめる地元で大人気のスポット。これ入場料っておいくらぐらい。大人の方は100円の必要となります。100円。はい、で券売機、そうですね、券売機の方のオレンジ色のボタンでお買い求めください。100円でいいんですか。はい、お子様は無料です。無料なんですか。これ今言ってた休みの日家族できたら楽しいですね。ねえ、まずは宇宙と科学の謎解きゾーンへ。ピンに体や物を引き付けて、そうするとほら、うわー、これ面白いよ。すごい。これ顔もできるんですかね。いくよ。うわー、おつげえ。やってみて。やってみたい。これ面白い。わあ、これ私。すごい面白いね、これ。わあ、ちょっと怖いよ。すごいね。わあ、すごいよ。わあ、すごい。うわ。おお。面白いよ。めっちゃ面白い。見て。すごいね。うん、これ二人の手。おすすめのとこある？この中で。おすすめ。宇宙の無重力体験できる。ああ、それ。それ行きましょうよ。それ私ね。それ、あれ、どこにあるの？どこ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 ？わあ、すごい。わあ、すごい。なんとね、もう一つ、スペースシャトルに乗って水星の中に行くみたいな感じのはあります。何？何？なんかすごいね。こっちです。なんか宇宙ステーションって感じだね。遊びに来ていた子供たちの案内で進んでいくと。すごい。そういうことなんだ。おー、すごい。行ってまいります。行ってみよう。これなんかちょっとワクワクするね。ワクワクしますね。楽しいな。どんな感じなんだろう。横移動して何してる。うわー、すげえすげえすげえ。すげえ。もうなんかマスターしてんじゃん。行くよ。うわー、すごい。
地球の6分の1という月の重力を体験できるムーンウォーカー。続いては休日には行列ができるほどの人気というこちらスペースシップ。行ってまいります。さあ宇宙旅行へ出発。乗員の皆さん、たった今白鳥座付近に謎の彗星が現れたという連絡が入りました。あーすごい。皆さんが乗っているシャトルも今から打ち上げますのでしっかり捕まっていってください。すごい。展示エリアよりシャトルが発射します。シャトルは地下格納庫へ移動してください。エンゼルゲート開放。まもなくロケットブースターとドッキングして宇宙へと打ち上げます。わっ、うわーい、やったもん。今シャトルへ前方に彗星を確認しました。すごい、すごい。エンゼルランド福井よりシャトルへ。そちらから地球が確認できていると思います。地球が見えてきました。調査成功おめでとう。すごい。100円じゃない、このクオリティ。すごいよこれは。名所登録3つ目は大人も楽しめるエンゼルランド福井に決定。どうもありがとうございました。すごい楽しかったです。びっくりしました。すごい楽しかったです。ありがとうございます。またお待ちしてます。一日中いられるけど、けどお腹空いたよね。やばいですね。2時ですね。やばいよ、行こうよ。もう時間にとらわれず遊びすぎましたね。本当だよ、ちょっと夢中になりすぎちゃったよ。聞き込みしましょう。うん、あ、逃げちゃった。こんにちは。すいません、こんにちは。僕たちちょっとお腹が空いてて。お腹空いたんですけど。お店の情報を知りたいんですけど。おすすめのお店ありますか。この近くにはちょっと知らないですね。ないですか。じゃあお父さんよくどこに行かれるんですか。私はあのこのずっと行った中のあの欅っていうところですけど。それ何のお店ですか。定食屋ですけど結構美味しいです。欅。欅っていうお店のおすすめの料理何ですか。ヒレカツです。ヒレカツ、あ、いいね。うわ、こっちですよね。そこですね。あっちの信号で左ですね。左ですね。わかりました。ありがとうございます。早速そのお店へ歩くこと15分。意外と遠いってパターン、これもしかして。そうですね。その時1台の車が停車。はいはい、あ、お父さん。ありがとうございます。先ほどのお父さん。どこですか、どこですか。そこが有名なんですか。あ、そうですか。ありがとう、ソースカツですね。ありがとうございます。ありがとうございます。わざわざすいません。なんて言ってました。そこを曲がったところにソースカツの有名なお店があるんだ。福井県ではすごい有名なんだ。あ、そうなんですか。うん、じゃあそこ行ってみます。そこ行ってみましょうよ。そう、せっかくだって。有名っておっしゃってましたからね。わざわざだって。そう、言いに来てなかったの、ね。場所も近いようです。あった。あるある。どこですか。ほら、乗りに出ている。あそこだ。あー、これこの店構えは美味しいよ。そういう感じだよ。あー、ちょっと交渉していきましょう。ででん。果たしてオッケーです。よかったですね。すいません、お邪魔します。すいません、お邪魔します。ここにしますか。まあ、まずでもここのお店に来たらあれですよね。カツ丼セットですね。カツ丼セットですよね、はい。俺そうしよう。私もカツ丼セットお願いします。あ、はい、わかりました。じゃあ2つお願いします。こちらソースカツ丼の元祖とも言われる名店、ヨーロッパ圏からののれん分けで開業したお店。一番人気はもちろんソースカツ丼。もういい、大丈夫、大丈夫。すいません、失礼いたします。すごい、はい、すいません。すごいタイミング。じゃーん、あ、すごい、すごいよ。3枚入ってる。すごい、めっちゃ盛りだ。うわ、ソースのいい香りもたまらないね。最高ですね。秘伝のウスターソースにくぐらせた極上のロースカツが3枚。がっつりな感じですよ。あ、お父さんありがとう。あのお父さんのおかげでこんな美味しいものをいただくタイプの。いただきます。うん、おいしい。あっ、こどうですか。あ、柔らかい。そしてこのソースの味がたまんないですね。うん、ね、ガンガン
間ご飯食べれそう、うん、名所登録4つ目はソースカツ丼が名物ヨーロッパ圏に決定。あ、そうだ、それチェックしないと。そこまでいける？31分のできます。まあそうだね、うん、であと次どこに行くかを決めとかないといけないね、ある程度ね。そうですね、直感、直感、直感だとやっぱでも人がいる、何でしたっけ、無人駅じゃない、うん、のここですね、長田さんです。行ってみますか、西長田。長田目指す駅は正しくは西長田駅。有人駅なら人にも名所にも出会えそう。ちょっとお伺いしたいんですけど、はい、越前鉄道の太郎丸駅ってどういったやつ？ここまっすぐ行かれると、はい、ここまっすぐですか？はい、すぐです。これまっすぐ行けばいいんですか？そうです、右です、すぐです、右の方にあります。ありがとうございます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ありがとうございます。だってなんだかんだ言ってもう4つだよ。そうですね、うん、今日もあと2つ見つけられたら満足ですね。1つでも満足ですもんね。だから絶対にお宿はカウントされるでしょ。はい、それでも間違いなく一層大丈夫だね。ですね、うん、問題はもう一つどこでクリアするかね。もしくは長田もう直に行って、はい、でそこでいろいろ聞いて、はい、宿の情報も聞くっていう。ああ、それは大事ですね。ね、だってそこ聞いてこないと。お二人道中で作戦会議。アンナちゃん本当こっちで大丈夫だから。でもまっすぐって言いながらちょっと右に曲がっ ってるよね。道合ってますか？だけどこの道まっすぐって言った道をまっすぐ来てるよね、はい、あ、あった、よかった、よかった。っていうか隣に来ちゃったね。え、西春江って書いてある。あ、ほんとだ。越前鉄道聞き込み旅、下車した太郎丸駅を目指す2人。っていうか隣に来ちゃったね。え、西春江って書いてある。あ、ほんとだ。え、一駅歩いたんですか？歩いちゃったんだよ。なんかおかしいと思ったんだよね。思いました、思いました。景色違ったもんね。違いました。実は食事したお店からは西春江駅が近いため、店員さんが気を利かせてくれたようです。三国方面あった、時刻表言いましょう。34分、これですね、うん、15時34分。太郎丸駅から西春江駅の間に随分いました。久しぶりの越前鉄道です。お疲れ様です。ありがとうございます。向かうは西長田駅。ここで宿情報も聞き込む作戦です。雪化粧の山々に見守られ、列車は回送。福井平野を一路北へと進みます。すごいねこれ、男の子はたまんない光景だね。ま、うん、っすぐだもんね。まっすぐですね。本当に田園地帯ですよ、うん、周り全部畑で、のどかなね。なんかこういう単線っていいよね。いいですね、ね、なんかその平行なんです。西長田でございます。何もなさそうです。左側の扉が。でも少子貫徹で行きましょう。中で時間確認しましょう。37分に来たでしょ。あ、次16時7分、うん、7分か30分か30分なかったらもうこの7分にすぐに乗っちゃう。それいいと思います。ただ情報だけは得たいですね、うん、その宿を決めましょう。はい、さあ情報を、情報を入れないと人いない。何もないぞ。 あそこ回ってますよ。あ、本当だ、ヘアサロン。行きますか。行きましょう。花サロンね。はい、ちょっと聞いていきましょう。よし、お邪魔します。こんにちは、ちょっとお話伺ってもよろしいですか？
あのですね、今この越前鉄道で旅をしてるんですけれども、今日宿を取らなきゃいけないんですよ。でどこに行ったらいい宿ありますかね。あわら温泉やね。あわら温泉、越前鉄道であわらまであっちの方やけど行けばいいよ。あわら湯の国ってとこですよね。そうです、そうですよね。どっかおすすめの宿ってあります。そうやね、ほっとグランディア宝泉か。グランディア宝泉、はい、グランディア宝泉か、あの松屋。松屋、うん、そこおすすめなんですね。お父さんのおすすめポイントは、今こう行ったら鍵屋のと思うんだよ。来たー、うん、お父さん、うん、カニはもうあわら来たらカニはあります。どこが一番いい、どこ行ったらいいんだ。料理が一番美味しいのはどこですか。松屋かな。松屋20枚。20枚だけど、それグランディア宝泉もいいんやけど。いいですね、グランディア宝泉もいいですね。なるほど、これいい情報ですね。どうもありがとうございました。ありがとうございました。お邪魔しました。やった。そのまま7分に乗って、はい、あわら湯の国行きましょう。行っちゃいますか。二人が向かうのは良い宿があるというあわら湯の町駅へ。初日にこんなに進んで大丈夫ですか。お世話になりました。うん、結構混んでる。冬の北陸、だんだんと寒さも身にこたえます。あったかい温泉と越前ガニに出会えるといいですね。まさか温泉に泊まれると思う。まだ泊まれるわけじゃないんだ。でももうそんな気持ちでいます。なんていうね、これでダメだったらもう最悪だね。そう、これでダメだった時、もうこんだけ自分たち盛り上がっててさ、ダメだった時は最悪だよ。意地でも探します。あ、着きました。ここですか。うん、ちょっと温泉街な感じ。いやこんばんは、カニか。ね、だから先走っちゃダメだってば。どうもお世話様です。お願いします。あ、あそこに地図があるよ、ほら。あ、いいですね。ちょっと見てみますか。見ていいのかしら、いいのかな。あ、グランディア法目の前じゃないですか。あ、本当だ。松屋千泉。千泉って言うの。松屋千泉。とりあえずお話ししもらった。行ってみますか。松屋さん行きましょう。見て、トランプさんが横断。湯煙横丁、なんか面白い。何ちょっと行ってみましょうよ。ちょっと行ってみようか。俺らこんな余裕かま、かもしれません。大丈夫で、松屋入って、先に湯煙横丁もいいんじゃないの。何でも気になるもんね。まだやってないんだね、時間的にね。やってない。でもここの雰囲気素敵ですね。うん、あ、これ楽しめそうなんだけどな。あれ何、行ってみましょう。何ですかね。え、何お二人さん、また寄り道ですか。宿は足湯って、混浴って書いてありますけど。いやー、無理。八峰さん嬉しそうですが、ここは混浴といっても足をつける温泉のようです。うん、全然大丈夫。素晴らしいです。入ってください。すごいんですよ。もう入ったのか。温度別にね、分かれてるね。そうなんです。41度。ここが、あ、上がる。45度です。いきなり45度。去年4月にオープンしたばかりのこちらの足湯はなんと無料。温度の違う3種類の温泉がそれぞれ趣の異なる浴槽で楽しめる、今あわら温泉で最もホットなスポット。下の石これ踏んでごらん。あ、気持ちいい。これね、ここの石、緑色の石は、はい、福井の阿諏訪山って山があるんですけど、はい、そこで取れる石なんです。そこでしか取れないんですよ。福井特産なんですか。そう、であの最初はこういう色、白いの、はい、この嫁落としも言ってあげて、水に濡れると、はい、緑色になるんです。白いのが緑色なんですか。緑色、本当は緑だ。これ緑です。この色、この石ってことですよね。この色、本当はこの色、これがこうなるわけです。そう、でも見てください、ほら、同じ石なのに途中から緑色。本当だね、確かにそうだ。尺谷石。何に使われるんですか。庭の石畳に使われる。
雨が降った後には緑色になる。わー、素敵だな。越前青石とも呼ばれ、現在は入手困難な幻の石だそうです。何やってんの？何してんの？ババ抜き。ババ抜きやってんだ。ババ抜き？入れてくんない？よし、お邪魔します。いい、入って。あ、私にやる。あ、透明の透明なんかジャグジーになってます。ほら、うわー、ジン持っています。まあ、俺名前知らない。誰か調べよ。はい、はい、なんか絶対見たことある。どうだろう、テレビとか何回見たことありますよ。今頃気がついた。地元の中学生とババ抜き対決。取ってください。イエーイ。やった。お二人さん、宿のこと忘れてませんか？ありがとうね。ありがとうございます。何時ぐらいかかるんです？1時ぐらい。何してるの？ボケーって。ちょっと将来のことに飾り合った。絶対違うだろ。じゃあ頑張って彼女探すんだぞ。こちらのことです。大きなお世話です。おいおい。もう5時ですもん。どうしても寄り道しちゃうんだね。はあ、こんな時間になっちゃって大丈夫なのかな。止めてもらえるのかな。やばいかな。早めに行かないと夕食作ってもらえないんだよ。やばい。まずは教えてもらった松屋へ。カニか。カニ食いて。ここまでカニカニ言っててカニ食えないともうすげえ悲しいよ。あ、松屋さんあったよ、ほら。あ、大きいよ、松屋さんも。松屋せんせん。本当だ、松屋せんせん。だけど平日なのにさ、こんだけ車止まってるってのすごいね。確かに。ねえ。確かに。My life, life.